皆さんこんばんは。いやね、本当はね、昨日のね、動画で、最後にしようと思ってたんですけれども、あまりにね、皆様のコメントが温かかったので、もう一本ね、動画を撮ることにいたしました。ね、このコメントはね、やはり直接ね、お返しでもこの温かいね、本当言葉、つとさんありがとうございます。本当ね、もうね、毎日のようにねコメントくださってね、私に対してね、空野さんって方のお目に認められるのってそんなに名誉なことなんですかねって。いやね、私実は空野さんをですね登録したのは、今回の企画、今回のですね、企画がですね、に応募するのに動画レスポンス上げる直前に登録しましたそれまで登録してませんいや、存じ上げてますよ。それは一応有名 YouTuber なんで。でも全くチャンネルもチェックしてませんでした。一郎くんがね、どうも登録してたみたいで、でも、その一郎くんの動画を見て私もね、実は応募したわけでして、で、まあ一応プレゼント企画でね、iPhone のカバーがもらえるって言うんですよ。 iPhone ケースが。でもね、私ね iPhone 持ってません持ってませんよ。ギャラクシーノート2ですからね、私ね。これ iPhone ケースもらってもねしょうがないんですよね実は言うとね、だからまあ、俺の命がけの動画を落選させやがって、ざけんなタコ。いや、私はそんな下品なことは言いませんよ上品ですからね。まあでもね、一応真夜中12時にこの地獄少女にねね、こうキーボードを叩いてね人を呪わば穴二つみたいな、一遍死んでみるエンマアイみたいなね地獄通信今晩アクセスしようかな嘘ぴょん。いやね、まあね、ね、本当ありがとうございますね、温かいことはね。もうそうだけどね、もうつとさん一番嬉しかったですよ本当。いや、もう皆さん嬉しいんですけどね、もうつとさんがもう一番温かいですよね。もう本当近くにいたらもうね、もうハグしてあげたいぐらいですよ嫌だろうけどそれでね、秋藤さん、これはギャグですな正解。いやね、まあ、コンムービーって書いてあるんですけどね、昔、ニコラス・ケイジが主演してね、コンエアっていうね、コンエアっていう、嘘の航空会社っていう、ウェルカム・ドゥ・コンエアって、ウェルカム・アボードだっけ、忘れましたけど、コンエアへようこそってありましたけどね、それちょっと一応ヒントはね、コンムービーって入れといたんですけどねそんな単語は、通じるのかどうか知りませんけど、でもそこだけね、一応ちょっとシャレで気づいた人がね、やっぱりアキさんに気づいたのかな富士さん、のびのびさん、足掛け2日のギャグだと良いのですがギャグでしたありがとうございます本当に、中2600さん、別に仕事じゃないんだし辞めることないですよ。誰かに見せたいね、景色があったり面白いことがあった時に気軽にアップするだけでも良いんじゃないですか。私のハーマさんの声と富士山の海の景色楽しみなんで、本気にしましたとか言って、動画アップお願いしますねって本気にしました本気にしてくださいありがとうございます本当ね。もうね、そうなんですよ、別に仕事じゃないんですよね。で、別に私滝にね打たれたのは実はね、正直言って誰のためでもないですからね、自分のためでしたからねこれ本当ありがとうございます。PKG ワールドさん、僕も今年卒業です。そして受験受かりました、おめでとう。よかったね。まあまだね、2月だからね、入学式まで遊べるよYouTube もどんどん動画アップできるよね。えよかったね、おめでとうございます。今までありがとうございました。いや、これからもよろしくお願いいたします。井野さん、井野、
最後に嘘ぴょんとかのオチはないんですかい。え、別に彼女とは知り合いでもないし、コメントを付き合う仲でもないし、そんなに落ち込ませても良いと思うんですが、今夜の動画アップ楽しみにしてますからねって嘘ぴょん嘘ぴょんぴょんいやね、あのまあ猪野さんもね、ね、鋭いですよねまあ落ち込みましたよ。でも正直な話これは本当でございます落ちましたね、一瞬ね、もうね、立ち直らないくらい、もうこの年にしてチキショーってね、あの昔言いましたよね誰でしたっけなんとか小梅太夫って言いましたよね、チキショーって言いましたよね、まあ、ね、あのネタやりたいくらいですよ本当。道の友さん、いや残念です、この雰囲気がとても好きだったんですよね。いや残念ですにならなくて残念でした。いやすいません、あのまたこの雰囲気を続けさせていただいてもよろしいでしょうか。ご迷惑でなければ。でも本当ありがとうございますね、温かいお言葉ね、本当嬉しかったですよね。桑野和一郎君ね、そんな嘘だと言ってください。まだまだいろんな話を聞きたかったし、いろいろ見てほしかったです。戻ってこられるの待ってます戻ってきたぜカムバックアイルビーバックでございます。シュワルツェネガーアイルビーバックでございます。似てないや胸です。いやね、あのありがとうね、本当ね。いや本当はね、あのだから一郎君にね、だから俺 iPhone 持ってないじゃん。だからまあね、 iPhone ケースねゲットして、それにソラノちゃんのサイン入れてもらって、一郎君にプレゼントしようと思ってたんだよ。いやマジで、だから正直取る自信はあったんだけどね、ダメでしたねごめんねゆるぴてでもありがとうね本当ね。キラさんね、残念ですね、あのうーって、まあ、短いコメントありがとうございますいや、ね、でもまあね、キラさんのような男性パーがねいらっしゃってね、私のようなね、まだ青2歳がね、そんな逃げるわけにいかないじゃないですか、ね、キラさんというね、もうね、もう大先輩がおられてね、キラさんもね、後を追いかけて、ね、キラさんを目標にね、私も頑張りたいと思いますね。まあ本当でも本当皆さんありがとうございました。あとこれ以外にね、ごっぱちさんもね、ね、ツイッターでありがとうございました残念ながら私のこのハンディカム買ったばっかりですから、そんなあげませんよ全く、ね、マイクも買ったし、まあ、今度、まあ、明日またね、あのマイクのインプレッションあげますけどワイヤレスマイクも買ったんだから、もう本当にね、もう皆さんいろいろね、結構抜け目ないですよねいやまあそれは冗談ですけど、で本当皆さんね、ありがとうございましたね。まあ、私たった3ヶ月でね、こんなにね、私のつまんない動画にね、こんな温かいね、皆さんね、ちょっとすいませんね、私が真面目なこと言って猫が暴れてますけど、ちょっとすいませんね、もう一応こんななんですよだから私のね、こんなつまんない動画にね、皆さんがね、本当は温かいコメントをくださいましてね、まあそれ以外にもね、まあコメントくださらないにしてもね、私にはね、なんかね、このカメラを通して、そしてインターネットネット回線を通してね、そして YouTube のサーバーを通してね、私にはね、皆さんのね、本当に温かい気持ちがね、伝わってきました。まあね、中にはね、なんだこのクソジジイって思ってる人もいるかもしれないですけど、まあ、そういった方の、ね、思いも含めてね、本当に嬉しいですよね。もちろんね、仕事も頑張らなきゃいけないし、でもね、この YouTube 活動をやめるつもりはありません。まあね、ちょっと残念ながらね、ベストは尽くしたんですけど、まあね、別にそれでね、ソラノちゃんがどうとか全然思いませんから、彼女は彼女でね、そういういろいろね、こうスポンサーさんというかね、その、まあ、いろんなしがらみとか思いもあったと思うんですよ。だから別に彼女に全然そんな悪気なんかないですしね。あと、1時間30何分でちょっと私ね、インターネットでね、ちょっと時刻通信にアクセスしないといけないんでね、えまいね、いやいやいや冗談ですよそんなことしませんって、人を呪わば穴2つ一遍死んでみるって言えば一遍しか死ねませんからねそんなことは思ってません。それは冗談でね、本当にそれギャグですから、
あのまあね、ちょっと円満のフィギュアがたまたまあったんでね。まあそういうわけで本当に皆さんありがとうございましたね。また、明日から頑張りますね。皆さん、そして YouTube の皆さん、運営の皆さん、もう本当ありがとうございました。おじさん生きててよかった。そして、YouTube と知り合えてよかったね。あのうちの猫ともども心から心からお礼を言いたいです。ありがとうございます。それではまた明日。